SDGs は持続可能な社会を実現するためにできた世界的な取り組みです。このコーナーでは皆さんの生活の中でできる SDGs に貢献する取り組みを紹介します。私たちにできることを一緒に考えてみましょう。これはペットボトルだから、よし、ゴミを分別してリサイクルにつなげることは SDGs の実践です。日常の小さな取り組みを続けて環境を守りましょう。私たちのちょっとした行動が地域や世界の未来を変えていきます。このコーナーを見たことをきっかけに、まずは SDGs という言葉を覚えてみてください。みんなもレッツ SDGs!